というわけでね、ナマステエビバディと、今バスに乗って空港から、イベントの会場にね向かってるところです。そういうことです。はい、はい。今日はね、この75周年インパール作戦記念式典と、あとはインパール平和資料館の開所式、これが2つ大きな目玉のプログラムになってます。はい、はい、ちょっと、はい、すごい空気なのであまり大きい声は出せません、はい、そうですね。はい、もう各国ね、もう日本からもうインドからもね、偉い人ばっかり来てるんでね、ちょっとこの中で YouTuber やってるのもちょっとあれですけど、はい、まあそうです。はい、しめやかに会の様子をお届けしようと思いますので、はい、ぜひご覧ください。じゃあ行きましょう。チャロジャロが、はい、ということで、ここは、インド平和記念館、はい、記念碑、記念碑だね、うん、ああやって日本語でもインド平和記念碑書いてますね。はい、はい、来てますと、はい、でこれからまあ式典があるみたいなので、はい、ちょっとそちら見学とあと様子をですね、はい、お届けできればと、はいはい、いうふうに思います。じゃあ行きましょうか。はい、はい、ジャロガ。というわけでインパール平和資料館中入っていきます。はい、中は開けた空間みたいですね。開けた空間ですね。これからちょうど開所式が行われるので、なるほど、こうやってホールに椅子が設置されます。なんかやさん座っていきましょうか。座っていきましょうか。ここは日本財団っていう日本の基金ですね、の支援と、それからインパール州政府の、まあ、お金をこう合わせてで作られた建物で、今日がまさにこうオープンの日なんですね。なので僕もまだ内容はあんまり分かんないんですけど、多分インパールのこの作戦に関連する資料とかをいっぱい展示してると思うので、この開所式の後にね、皆さんにご紹介できたらと、はい、思います。The signature that was sent by the Prime Minister of India, sorry, the Prime Minister of Japan. Thank you, sir. Kindly be seated for a minute. Post for the photo, sir.というわけでね、僕ら最初の、儀式が行われてたホールにまた戻ってきたんですけど、これね、これが今真正面にあります、平和とね、安倍さんですね、安倍総理大臣によって書かれてます、まあ、ピースってね、ここもインパール平和資料館っていう名前なので、まあ、それにちなんでね、平和と2文字書いてあります。字綺麗だよね。字綺麗、めっちゃ綺麗。てかすごいのが、このインパールの戦争に安倍さん直筆でこれを書いてインドまで送ってくれてるっていうのが結構すごい。そうだね、まあやっぱりこの資料館作るにあたって、それと75周年記念の式典やるにあたって、日本側もかなり力を入れてるっていうのがこれからも分かります。そうですね。じゃあロゴが、はい、ということで、ちょっとこれからインパール平和資料館を見ていきたいと思うんですが、ここ今ちょうど入って入り口というのが、まあ、最初のところですね、まあ、インパール戦争ありましたよっていうところと、でここ象徴的なのがマニプールの人たちをフォーカスしてやっぱ話してて、で特に最初の最後の部分とか、第二次世界大戦は秩序として、そして
半ば強引に割り込む近代的な世界に移させるという役割も果たしました。なのでこの戦争はマニプールにとって外界に広がる素晴らしい視線世界へ劇的に導く新しい道と窓でもあったのです。マニプールの人からすれば、この戦争中の日本兵は一人一人がヒーローだったというふうに書かれているので、ちょっとそういう考えはね、日本人にとってはあんまないから面白いというか、そうだね、こういうふうにマニプールの人たちは捉えているっていうのはちょっと意外だね。そうです。しかもそれがこのインパール平和資料館の一番最初にこれがガンって書かれているっていうのは、そのなんだろう、日本人をリスペクトしてくれてるのか、彼らにとって、ね、このインパール作戦っていうのは単なる戦争以上のなんか理由、そうだよね、だからそういうのを通して、インパールが本格化されましたと、ところについては彼らにとっても意義があった、そうだね、そうなのかもしれない。日本人にとってそれどうなのかっていうのはあるけど、日本軍兵士当時とイギリス軍兵士の、模型なんですけど、まあ、装備自体はそんなに違いはないですよ。だけどこれよく見るとこっちすごい 重装備なんですよ、こっち全然なくて、やっぱりこっちは思いっきり遠くを旅してるのでこれだけの装備持たなきゃいけなくて、こっちはすぐ基地から行けるので全然装備がないです。マニプールメモリオンザウォール、まあまあ、あの当時の記録がなんかアニメ漫画風潮で書かれてますと。で、まあ、マニプールの戦争がある時に、まあ、始まって何日かした時に若い日本の兵士が来ましたと。で、これマニプールの現地の方なんですけど、 I think he's asking for food, poor boy. 多分彼は何か食べ物を求めてる、多分こうやってやったんだろうね、食べ物を求めてる、すごい眩しい男の子だと言って、多分ご飯を与えましたと。This is sad. I hope the boy is safe. まあこれはすごい悲しい。彼は無事であってほしいと願っていて、It's so loud. まああまり大きい声で言えないよと。We will also be in trouble if the British soldier find out. 僕たちも大きい声言えないよと。もしイギリス軍に見つかったら僕たちも、まあ、危ない目に遭ってしまうからと。でまあ、彼はその後外に出て何か藁とかで寝袋を作って、うん、He must be tired, I think he will not to sleep. なんかトライしてる、多分彼は寝たいんだろうね。Let him sleep, let's go inside now before someone else in us, let us go, everyone is safe. まあ誰かに見つかる前に俺たちは中に入ってようと、マニプールの人たちはみんなが安全であることを願ってるよ、願ってるっていうのをここで書かれていて、で、まあ、次の日 Next morning at dawn The boy has left poor child I hope he is safe、まあ、気づいたらいなくなってたと。で、まあ、そのマニプールの当時の方は、まあ、彼が無事であってほしいと言っているさなか、まあ、4月の13日1944年ですね、まあ、この山で、まあ、爆弾が起こりましたと。まあ、戦争が起こって、で、まあ、最後のシーンは I hope the sweet and handsome boy survived、 このかわいいハンサムな男が生き延びていることを願うということですね。で、 Yes, let us pray He did but remember not to tell anybody about what's happened or we can also be in trouble. だからまあここで起こったことは誰にも言っちゃいけないよと言ったら必ず僕たちにも何かひどい目に遭うと、なぜかというと、まあ、彼らはイギリス領の配下にいる人たちだから、そんな人たちがまあ日本軍を助けてしまうと、まあ、イギリスの配下にいるマニプールの人たちも、まあ、イギリス側から何かされてしまうかもしれないという危険があったから、マニプールの人たちは隠れて日本軍を助けてくれたというのが、まあ、このアニメでは書かれていますね、ということです。はい、ジャロガ、思ったことは、まあ、一つは実際日本の戦争記念館みたいなのっていっぱいあるじゃん。けどさ、海外の戦争記念館さ、しかもさ日本語で書かれてるのってなかなかないじゃん、だから本当に日本兵がここインドのマニプールのさめっちゃ僻地まで来てたんだなっていうのが、まあ、実際分かったっていうのは結構歴史を感じるなって
ていう、しかも安倍さんが直筆で書いてるって相当すごい戦争だったんだなっていうのを改めて感じましたっていうところかな。あと思ったのはその要所要所でやっぱマニプールの人たちが日本軍を助けてくれたとか、イギリス軍側なのにもかかわらず、そういうところでやっぱ改めてあの人の温かみっていうのをね非常に感じましたね。やっぱどこの国の人とかどこの民衆の人とか民族の人とかそういうのを抜きにしてもなんか助けたいって思うっていう気持ちっていうかな、それはなんか今も昔も変わらず共通して持ってるものなんだなっていうのは非常に思って、それは結構あの感銘を受けたというか、やっぱいいなっていう人っていいなっていうふうに思います。ジャロガ、10年をみんなで、参加することができてよかったと思います。多くの方があの亡くなった方々に哀悼の意をさせていただいて大衆でとても嬉しいです。これがまたマニプールとの関係であの頑張っていただきたいと思いますので今回挙げてもらいました。ありがとうございます。この度はご視聴いただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ましたら、おチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉、 SNS のフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。